西武、金子雄二外野手、34、が1日、今季限りでの現役引退を発表した。立命大から2013年ドラフト3位で西武に入団。2016年、19年に2度の盗塁王に輝いた。通算成績は1019試合出場で打率24、242、21本塁打、223打点。写真、 自分のユニフォームを忘れブルペン保守のものを借りて試合に出場した金子、やっちゃいました。金子は球団を通じて、ファンの方へ少しでも多くベルーナドームでプレーする姿をお見せしたくて、頑張ってきましたが、叶えることができず申し訳ない気持ちです。ライオンズで過ごした12年間は夢のような楽しい時間でした。入団してからこれまで、たくさんのご声援ありがとうございました。 ファンの皆さんの声援は、これからも一生忘れませんと感謝を述べた。渡辺久信 GM 兼監督代行、59は、金子は障害ライオンズを貫いてくれた選手です。守備は一級品ですし、足もあってファンの皆さんを魅了する花のあるプレーが印象的でした。痺れるファインプレーもあって、チームのために頑張ってくれたと思いますとコメントした。